海は地球表面の70%を覆っている。地球の全面積は5億1006万平方キロメートル。一方で海の面積は3億6282万平方キロメートルで。 地球の全面積に占める割合は71.1%である。なぜ海は青いのか。海水に光が差し込むと、光は海水に吸収されてだんだんと弱くなる。 一番波長の長い赤い光、次に黄色い光という順番に吸収されていく。一方、青い光はあまり変化しない。つまり、吸収されずに残った光、青い光が海に浮遊するプランクトンや 泥の粒に反射されて海は青く見えるというわけだ海の水がしょっぱい理由それは岩から潮が溶け出しているから陸地にある岩などには 潮の元となる成分が含まれる。それらが雨や川の流れで岩から削り取られ海に流れていくため、海の水がしょっぱくなっていると言われている。 海と陸の境目海と陸の境を海岸線と言うが海岸線を決めるのは何なのか海岸は常に波があり潮が満ちたり引いたりしているため水のあるところと 陸との境界は絶えず変わっていく。そこで日本の海図では海岸線を海面が満潮の最高水面時としている。最高水面というのはその場所の年間を通しての満潮を観察して もうこれ以上には、海水は上がってこないであろう、と考えられる海面のことである。一方、海にとって重要な領域を決める基準となる線は、満潮とは反対の干潮の時、すなわち、 もうこれ以上には海水が引かないと考えられる海面最低水面が領海を決める基準となっているのだ水平線までの距離はどのくらいなのか 砂浜で水平線を眺めると、近いような遠いような、あそこまで泳げるのか、などと考えたことはあるだろう。海岸線から水平線までの距離は、およそ4500メートル。どのくらいの距離なのか。 地域の地図を見て探るとよい。ちなみに、タクシーに乗ったとしたら、約15分走行し、料金は1500円ほどの距離である。 波が発生する原因は風である。波は風の力によって発生していると考えられている。海のうねりは遠くまで伝わる習性がある。今いる地点が風のない穏やかな気候でも、 世界のどこかでは風が発生しているため一つにつながっている海のためその風の影響で海が起こるのだ海の誕生46億年前の昔 生まれたばかりの地球では岩石が溶けたマグマの海が地表を覆っていた。また蒸気や窒素、二酸化炭素などのガスでできた原子大気が空を覆っていた。やがて地球の温度が急に下がると 原子大気の中に含まれていた水蒸気が雨となり地上に降り注ぐようになった。地球全体が大雨の時代になったのだ。雨が地表を冷やし、地表が冷えると原子大気が冷えて、さらに雨が降ったため、 年間の雨量は10メートルを超える凄まじい大雨だったと考えられる。この大雨がなんと1000年近くも続き、現在の海の元となる原子の海が生まれたのだ。原子の海は雨に溶けた。 塩酸なども流れ込んでいたため、はじめは酸性で、とても生物の住める環境ではなかった。酸性の海水はその後、地表のカルシウム、鉄、ナトリウムなどをだんだん溶かし、現在のような 中世の海水になっていった海は今およそ四十三億歳と考えられている海底を歩いて移動する魚はサメである サメの中でも五種類のサメが胸びれと腹びれを使って海底に沿って移動する。海底をさまよって過ごし、ゆっくりと動きながら獲物を探すのだ。 日本海の誕生日本海の海底の特徴から日本海誕生のシナリオは次のように考えられている今から三千万年以上前には日本海は存在せず日本列島は ユーラシア大陸の一部であった。約3000万年前に、激しい火山活動とともに、大陸近くが割れ始め、新しい海が誕生し、日本列島は南に移動していく。 このようなことが起こる原因は地球深部マントルの作用に関係があるとされている。了解排他的経済水域とは業界とは 沿岸国の領域の一部で、我が国では沿岸から12海里約 22km 以内の水域を指す。また、排他的経済水域は沿岸から200海里約 370km の水域で、沿岸国に生物・非生物の資源の調査・開発に関する主導的権利が認められている。日本の国土面積は約38万平方キロメートルで、 世界で60番目くらいだが領海と排他的経済水域の面積は約447万平方キロメートルで世界6位となる満潮干潮は なぜ引き起こるのか満潮は潮が満ちて海面が最も高くなること。反対に干潮は潮が引いて海面が最も低くなること。普通、どちらも一日二回起こる。これは 月の引力による海水の上下運動である。つまり、月の引力の影響を強く受けた海面が盛り上がり満潮に。反対に、影響が少ない海面が低く干潮になるというわけだ。 どのエリアの海面が満潮になるか、干潮になるかは、地球と月の配置が関係している。そして、干満の差が最も大きくなるのは、大潮という現象で、太陽の引力も加わる、地球プラス、 月プラス太陽の並びが一直線になった時である海から生まれた生命大気中の水蒸気が大雨となって地上に降り注ぎ 原子の海が生まれた。海面からは高い温度の熱水が吹き出す。これに大気中から海水に溶け込んだアンモニアガスやメタンが熱水に刺激されて化学反応を起こし始める。そして アミノ酸や核酸などに変化し、さらにより複雑なタンパク質や遺伝子などへ発達していった。これらの物質が材料となって、小さくて簡単な仕組みの金のような生物が生まれたのだ。 地球が誕生して10億年海が誕生して7億年ぐらい経った頃であったやがて海に海藻類が生まれるこの海藻類は光合成を行って酸素を大気中に放つこの酸素が 紫外線と反応して、オゾン層が作られた。オゾン層ができると、地上に降り注ぐ紫外線が弱まり、陸上でも生命が生きていけるようになった。こうして、四億二千万年前、植物が、 海から陸へ上がり生息し始めた。その後さらに酸素や紫外線の条件が整ってくると昆虫やヒレを持つ魚類などが陸上に住み始め進化をし続けるのだ。ちなみに 私たちの体を構成する主な元素の素性は海水の素性とよく似ている。揚水は海水とほとんど同じなのである。このことは生命が海で生まれたと考える重要な裏付けとされている。 ペンギンが生息するのは南極大陸で北極大陸にはいない氷河期を生き延びたペンギンは赤道を越えて北極に行くことができなかった暖流の流れる熱帯の海は栄養分が少ないことから ペンギンの餌になる生物が少なかったり、サメのように手強い天敵も数多くいたりという理由で、今後もその生息域を北極まで広げる可能性はほとんどないと言われる。 世界一、干満差の大きい場所。カナダ東岸のファンデー湾では、大潮の時の干満の差の平均が、13.6メートルにもなる。逆に、地中海や日本海では、 数十センチメートルしか変化がない。ちなみに、日本で一番寒満差の大きいところは、島原湾の墨の絵で、大潮の寒満の差の平均は5.4メートルである。 泣き砂。海岸の砂浜を歩くと、キュッキュッと音のするところが、全国に何カ所かある。この音を出す砂のことを、泣き砂、鳴り砂と言い、その砂浜を、泣き浜と呼ぶ。 この砂の音は乾燥した砂粒の直径が0.25ミリから0.5ミリで丸みのある石英質の砂粒が擦れ合うことによって出ているこのような砂ができる条件としてきれいな海水があって 長い間砂浜を洗い続けることと激しい波の作用が必要だと言われている。日本に数十カ所もあったと言われている泣き浜も今では大変少なくなっている。泣き砂や鳴り砂のことを英語で ミュージカルサンドというが島根県にある琴ヶ浜丹後半島の琴挽浜の名称からはなんとなくその雰囲気が感じられる「海峡とは何なのか」 陸と陸との間に挟まれ、海の幅の狭くなったところを海峡という。北海道と本州に挟まれた津軽海峡や、渦潮で有名な鳴門海峡などがこれにあたる。他に、 海峡と同じ意味で、瀬戸、水道という言い方もある。海峡は、海底の地形が深くえぐられたようになっており、複雑なところが多く、潮の流れが速くなる。カナダには、 時速30キロメートルを超える流れのところがあり鳴門海峡も20キロメートル以上の速度がある海の生態系陸上 水中にかかわらず、生物は、他の生物を食べたり、食べられたりする関係でつながっている。このつながりを、食物連鎖という。海の中では、植物プランクトンや海藻、それを食べる、 動物プランクトン、動物プランクトンを食べる小魚といったように、生態系は食物連鎖でつながっている。また、これらの生物の死骸や糞を分解するバクテリアもおり、 バクテリアによって分解された死骸や糞は栄養塩となり植物プランクトンによって取り込まれている生物は自分が生きていくために体重のおよそ十倍の餌を食べていかなければならないと言われる 食物連鎖を考えると、例えば、体重100キログラムのマグロが生きていくためには、1トンのイワシを。1トンのイワシが生きていくためには、10トンの動物プランクトンを。10トンの動物プランクトンが生きていくためには、 100トンの植物プランクトンが必要である。バランスのとれた生態系では、食べられるものの数が、食べるものの数より、いつも10倍ほど多いはずで、綺麗なピラミッドの形になる。 もしもどこかが異常に増えたり減ったりすると、このピラミッドの形が崩れて歪みが生じ、海だけでなく地球全体の生態系のバランスが崩れてしまうのだ。 ジュゴンの祖先ジュゴンとゾウの祖先は同じである。化石などの研究から、ゾウと同じ祖先の動物が進化して水生生物になったのではないかと言われているのだ。 ハリセンボンの針の数ハリセンボンの針の数は実際は約350本である普段はトゲを寝かせた状態で泳いでいるが身の危険を感じると大量の海水を飲んで胃を膨らませて 棘を立たせる。また、針状になっている部分は、もともとは、鱗が変化したもので、成長するにつれ、だんだんと針のようになっていく。ちなみに沖縄では、アバサーと呼び、 味噌汁などに入れて食べられている。潮目。海面に筋のようなしま模様が浮いて見えることがある。また。 河口や海水が海に注ぎ込む付近にも水色がはっきりと違う部分や水面に筋の見えるところがあるこのような場所はその水面に木片や海藻などたくさんの浮遊物が集まっている潮目は このような海流と海流、海流と沿岸水など、互いに異なった性質の潮が接する境目のことを言う。密度や温度などが違うため、はっきりとした分かれ目ができるのだ。 亀はお尻で呼吸をする。亀には草排出口という排泄物を体外に出す人間のお尻にあたる部分がある。亀が長い間水中にいることができるのは体内に取り込んだ水から 酸素を吸収する能力を持っているためこの時総排出口の奥にある器官などが使われているのだ地球の水の循環 地球上の水は固体液体気体の三つに姿を変えながら空と陸海の間を行ったり来たりしている一年間で雨や雪は陸地におよそ十二万立方キロメートル海におよそ 四十六万立方キロメートル降り合わせて五十八万立方キロメートルの新しい水が加わることになるその水は太陽の熱の力で蒸発し再び空へ帰っていきまた雨や雪として 陸地や海に降り注ぐ地球全体にある水の量は変わらず循環しているのだ海の塩分は3.5%である場所によって 濃さが多少異なるがすべての海を平均してだいたい3.5%程度海水を舐めるととてもしょっぱいが意外に少ないのだ通常 砂浜は灰色だが、沖縄の砂浜は白い。これはなぜなのか。これは、サンゴや貝殻が細かく砕けたからである。通常の砂浜は、岩や石などが削られて、 細かくなったものが元になっているが、沖縄はサンゴが多く存在するため、サンゴや貝殻が砕けたものが砂浜の元となるのだ。沖縄は海もきれいなため、砂浜が白いとさらにきれいに見えるのだ。 酸素は海からも作れる。私たちが地球上で生きていく上で欠かせない酸素は光合成によって作られる。光合成というと木や草など陸上の植物を思い浮かべる。しかし 実は海の中でも光合成は行われているのだ。地球の誕生の頃を思い出すと、地球ははじめ水蒸気と二酸化炭素とイユカスに覆われていた。やがて地球表面の温度が下がると、 水蒸気が海となった。その海の中で生物が生まれ長い時間をかけて太陽の光と水を用いて光合成を行った。その結果として地球上の酸素が増えていったのだ。 太陽の光が届く海中に漂っている植物プランクトンや海藻は水と二酸化炭素を体に取り入れ太陽の光に当たると水を酸素と水素に分解し酸素の一部を海中へ放つ 水素、酸素と二酸化炭素中の炭素を結びつけて炭水化物やタンパク質を作り出すのだ。この有機物は食物連鎖を通して海洋生物すべてのエネルギーのもととなる。 光合成に必要な太陽の光が届く海面に近いところに住むプランクトンや海藻によって地球上の多くの酸素が作られているのだ海の水の量 地球上にある水の量はすべてを合わせるとおよそ十三億八千五百万立方キロメートルにもなる。そしてその九十七パーセントりが海水でおよそ十三億三千八百万立方キロメートルになる。 だから、地球上の水のほとんどが海水と言ってよいだろう。海を面積で見ると、およそ3億6千万平方キロメートルとなり、地球表面の70%。海の水の量や成分は、 二十億年ほど前からほとんど変わりがない。公開と了解公開と了解という考え方がある。公開というのは どの国にも属さない。誰もが自由に行き来したり、魚を取ったりできる海のこと。領海は、その海の近くの国の陸地の続き、つまり、その国の領土と同じという考え方である。航海と領海は、 国際的な法律で決められたわけではないが、国同士が守る考えとして、17世紀の終わり頃に世界に広まった。領海は、海岸から3海里とされ、領海の中を行き来したり、魚を取ったりするのには、 その国の許可が必要となる。一回りは1852メートルのため、三回りは5556メートルになる。ところが、1945年にアメリカの近くで発見された。 海底油田をアメリカが所有するために、領海を十二海里に広げると宣言したのだ。これをきっかけに、領海を広げる動きが世界中の国で起きたが、バラバラに行ったため、問題が起きてしまった。 そこで各国が集まって会議の上、1982年に国連海洋法条約が作られ、領海は12回り以内とすることが決められた。この条約では合わせて 排他的経済水域も決められた。これは陸地から200海里までの海は、その国が魚や海底資源を取ったり、管理する権利を持つというもの。航海と領海の中間の海という考え方になる。 つまり200海里の中を行き来するのは自由だが魚や海底資源を取るにはその国の許可が必要な海ということだ日本近海の海流。 海流は海水の温度から暖流と寒流の二つに分けられる。日本の近海には暖流と寒流が流れている。日本の近海で有名な暖流といえば黒潮がある。海の水が黒っぽい。 濃い青色をしているため黒潮と呼ばれる。世界でも最大級の強い流れの海流として知られ、北大西洋の湾流とともに世界二大潮流の一つである。海水表面の速さは 毎秒2メートルを超えるほどで、時速に直せば7.2キロメートル。小走りするぐらいの速さになる。もう一つの暖流に津島海流がある。津島海流は沖縄の近くで黒潮から分かれ、 津島海峡を通って日本海へと入る。山陰沖、の登沖で大きくうねりながら、一部は津軽海峡を抜けて太平洋へ出ていく。寒流にはロシアのカムチャッカ半島の方向から、 南へ流れてくる千島海流があり、親潮と呼ばれている。この海流は、プランクトンが豊富で、たくさんの魚を育てることから、親潮の名前がついた。海流は、魚をはじめとした海の恵みを、 私たちに届けてくれる役目もしているのだ。音波で海の深さを測る。深い海の中の様子を簡単に知ることはできない。では、 海の深さや海底の地形はどうやって調べるのか。昔は船から重りをつけたロープを垂らし、海底に届いたロープの長さで深さを測った。しかしこれでは船をいちいち止めなければならないため、 広い海を調べるのは大変な作業である。そこで音波を使う方法が考えられた。水中では陸上のように電波が伝わらないため水中でも伝わる音波を用いて測るのだ。 深さを測るには「音響促進器という機械を使うこれは船底の装置から海底に向かって音波を出しその音波が海底にあたってやまびこのように戻ってくる時間を測って 海の深さを知る方法である。例えば、音波を出して海底に当たって戻ってくるまで4秒かかったとする。海面までは2秒になるため、この2秒に海の中での音波の速度の1500メートルを乗じた。 三千メートルが深さとなる。音波は船の速力よりずっと速いため、いちいち船を止めなくても観測できるのだ。現在では観測装置も大変進化し、サンドスキャンソナー、マルチビーム促進機といった機械が、 海底の地形を正確に観測して海図作りなどに生かされている海の水は取り替えられない水槽で魚を飼育している時水が汚れたら 簡単に取り替えることができる。しかし、海の水を取り替えることは誰にもできない。海水の中にいるバクテリアが汚染物質を一生懸命分解してくれるが、海を汚す物質が流れ込んできても、 海は自分でそれを止めることができないそのため汚染が進めば海はどんどん汚れていく広くて大きな海も無限ではないのだ海の環境を守るためには色々いろいろな対策を行って より良い環境を作っていくことが必要。例えば、海の中にある汚染物質を分解するバクテリアの数は限られているため、これを人工的に作って汚染物質を減らしたり、工場などが 汚染物質をたくさん出してしまったら罰金を受け取り海を汚さないという意識を高めるといったことなどである。だがそれ以上に海を汚さないための予防が必要である。汚染が目に見えるようになった時は すでに手遅れと言えるほど悪くなっている。目に見えてからでは遅いのだ。私たち人間は生態系の頂点に立つ生物として海を汚染から守りきれいにしていく必要がある。それは 私たちが生きていくためにもとても大切なことである海に住む魚が塩辛くならない理由塩分濃度の高いしょっぱい海に住んでいる海水魚は その刺身は塩辛くない。その仕組みとしては、まず、エラと腎臓を使って塩分を体外に排出していること。そして、細胞膜が海水を体内に入れないように守っている。 この二つがあげられる。魚でも塩分をとりすぎると死んでしまうため、このような仕組みを活用して自身を守っているのだ。マグロやカツオが寝るときも、 泳ぎ続ける理由マグロやカツオは寝るときも泳ぐことをやめない魚である泳ぎ続ける理由の一つ目は酸素を体内に取り込むためマグロやカツオはエラ呼吸ができないため泳ぎながら 口から水と酸素をエラへ送り込むラムジ重と乾水法で呼吸をする。そのため、もし泳ぐことをやめてしまうと呼吸ができなくなるため死んでしまうのだ。泳ぎ続ける理由の二つ目は、 沈んでしまわないため、魚は浮き袋の空気を調整して沈まないようにするが、マグロやカツオの浮き袋は発達していない。そのため、泳ぎを止めることができないのだ。 海洋汚染はどうやって起きるのか海洋汚染とは海の生物や人間の健康に有害なものが人間によって直接海へ持ち込まれたり下水などから海へ流れ込むことである汚染には ゴミや産業廃棄物が捨てられたり、船の事故などで石油が流れ出すといった一時的なものと、工場や家庭からの排水、河川や大気から農薬などの化学物質が流れ込むといった慢性的なものとがある。 慢性的な汚染は、私たちの気づかない海面下で進み、大きな問題になっている。私たち人間が出す生活排水には、たくさんの有機物が含まれており、多くは下水処理場で取り除かれるが、 海に流れ出した有機物は海水を不栄養化し植物プランクトンの大発生赤潮を招く赤潮は魚のエラに詰まったり海水中の酸素を減らしたりして生物を死なせてしまう 海に注ぐ有害な化学物質は食物連鎖を通して濃縮されながら生物の体内に蓄積されていく。そのためピラミッドの一番上にいるものほど、つまり人間ほど、 高濃度の有害物質を取り込むことになるのだ。今、海中のバクテリアが汚染物質を分解しても追いつかないほど地球の海は汚れてきているのだ。 七つの海地球上の海は太平洋、大西洋、インド洋の三つの太陽とこの三つの大きな海の付属海とに分けて考える最も大きい海は太平洋で 一億六千五百二十五万平方キロメートルあり大西洋の二倍の広さである付属海は大陸に深く入り込んだ形の地中海と呼ぶものと島や半島で太陽と区切られているように見える 宴会とに分けられる。ヨーロッパにある地中海やアラビア半島とアフリカに挟まれた航海は地中海となる。また、日本海やアラビア海は宴会になる。ところで、七つの海。 という言い方をするが、どの海を指すかは、実は、時代によって変わる。風任せの帆船で行き来していた、中世の頃は、南シナ海、ベンガル湾、アラビア海、ペルシア湾、航海、地中海、 大西洋を指していた。現在は、南太平洋、北太平洋、南大西洋、北大西洋、それに、インド洋、北極海、南極海を指す。七つの海は、 法律などで決められているわけではないため、普通、七つの海を行くと言えば、世界中の海を行くという意味で使われるのだ。亀が背負っている。 重い小裏の正体は骨である。ヤドカリが背負う小裏は後から見つけたものだが、大きな亀の小裏は自分の体の一部なのだ。背骨となる小裏が割れてしまうと、場合によっては、 内臓損傷で命を落とすことがある。北海道と沖縄の魚を見比べると、沖縄の魚の方が鮮やかな色をしている。 沖縄の魚がきれいな理由は色で意思を伝えているためと言われている。オスとメスは色で相手を引きつけ合う。ちなみに色がきれいな魚は毒を持っていることが多い。 海中の生き物の中で最も早く泳ぐのはイルカでもサメでもなくカジキマグロである。バショウカジキというカジキの一種で長い背びれが特徴的な魚でその速さは時速100キロメートルを超えるのだ。 クジラは昔4本の足があった。約5000万年前のクジラは4本の足があり、陸と海の両方で暮らしていたことが最新化石からわかったのだ。検索すると出てくるため、 気になる方は見てみると良い。